正三角形とその対称軸のうちの一本線対称は図形を特徴づける性質の一つである直線を軸として図形を反転させると自らと重なり合う対称性である。その直線を対称軸という。線対称の最も一般的な性質は高次元のものである。二次元ではそれに二次元特有の性質が加わる。点線はそれぞれの図形の対称軸を表す。 右下の図形は、線対称ではない二次元図形の線対称は、反射対称と同じものである。リフレクションシンメトリーを線対称と訳すことも多い。なおその場合、三次元図形のリフレクションシンメトリーは、面対称と訳す。対称軸を境に図形を二つの部分に分け、一方を折り返すと、もう一方に重なる。対称軸は、折り返した時に互いに重なる二つの点を結んだ。 線分の垂直二等分線である。対象軸は複数本存在する場合もある。対象軸を境に二つに分割した図形は互いに合同である。異なるすべての対象軸は一点で交わり、その交点は図形の重心である。一般に対象軸を偶数本もしくは無数に持つ図形は点対称でもあり、その図形を重心を中心に180度、 回転させると元の図形と完全に重なる。一方対称軸を奇数本物図形は点対称ではない。関数 y イコール f のグラフが y 軸を対称軸とする線対称なものであることと f が玉関数であることは同値である。三次元図形の線対称は二回対称に等しい。なお、二次元図形の線対称もその図形を三次元図形とみなした時の二回。 対称である。N 次元図形が線対称であるとは、対称軸に直行する角 N から1次元空間内において、対称軸との交点を中心とした点対称が成立していることである。なお、2次元3次元図形の点対称も、この定義の特殊例である。在平面上に Y イコール F の形で、多摩関数のグラフを描くと、Y 軸を対称軸とする。 線対称な図形になる。図形名、ありがとうございます。